今日はですね、チキンサンドイッチ、チェーンストアポパイズに行きたいと思います。ここはかなりアメリカで有名なチェーンの、お店ですね。セットで頼んで、一つは何単品のサンドイッチだけですね。あとフレンチフライ、まあ、こんな感じでなんか辛さを選べるらしい。これはチキンウィングだけど、結構ボリュームありますよね。ほら、わからないけど。もう一個、両方とも何辛いやつで頼んだんですけど、これ違うんですけど、ちょっと別の種類を2つ頼んでみました。まあピクルス入れるなって言ったんだけど、もちろんアメリカらしく言うことは聞いていません。サクサクなんですよ。もう一個の方ですね。うん。こっちはもっとしっとりした感じの。うん。これ肉厚。うん、こっちの方がうまいかもしれない。うまい。
テトフライもちょっとマックとは違う。うまい。こんな感じのことを毎日食べてたら絶対太るなと。今場所を移動してちょっと人が隣に来たの見て、まあ、店内はこんな感じなんですけど、あんまり席ないのに、このおっちゃん隣に座ってきたから、まあ隣って言ったらしいよね、向かい側に座ってきたから。僕は日本人だからあんまりね、人が横にいるの嫌なんです。しかも今ビデオ撮ってるしね、あんまり声を出せなくなってここの席に移動してきたんですけど、こんなに広いのに向かい側にわざわざ来るかな。はい、こんな感じで完食しました。完食はしてないんですけど、本当はちょっと余ってるんですけど、まあ、持って帰って食べたいと思います。はい、こんな感じでもうアメリカでは自由にのんびりと子供と嫁と、暮らしておりますって感じですね。はい、これからも、まあ、基本的にはこんな感じの、食レポはできないんですけど、まあ、たくさん、まあ、食べにはいけないですけど、やっぱりお金かかるんで、まあ、YouTube で稼ぐようになったらどんどんいろんなところに行きたいと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、でこんな感じでアリゾナの11月前は半袖で過ごせて、まあ、ちょっと朝と夜は冷え込みますけど、快晴です。